予報センターから台風1号発生のニュースをお伝えいたします。今日の午前9時、7月3日の午前9時に台風1号が発生しました。1998年の、7月9日の台風発生についで、1951年以降の統計で2番目に遅い台風1号の発生となります。この台風の様子、雲で確認してみますと、こちらひまわり8号の画像です。日本のはるかに南の海上、太平洋高気圧よりさらに南側になります。この雲の塊、白く雲がまとまってきましたが、こちら熱帯低気圧台風1号となりました。この先、この台風1号は北西方向へ進んでいきます。失礼しました。現在はカロリン諸島付近に台風はあります。風速15メートル以上の強風域を伴った状態、まだ暴風域はありません。中心付近の最大風速が25メートルとなっています。中心の気圧1002ヘクトパスカル、北西へ時速6キロとゆっくりとしたスピードで進んでいます。この先、6日の水曜日頃になりますと、沖縄の南の海上まで進んでくる予想。このあと7日以降、週の後半になりますと、沖縄付近を通過する可能性もあります。まだこの7日以降の進路というのははっきりしておりません。台湾近くを通って中国大陸方面に進む可能性、そして向きを東寄りに変えてくる予想も考えられます。沖縄の南の海上には近づいてくる可能性が高いと現在の見解ではなっておりますので、今週の中頃以降、沖縄付近、強い風や高い波に注意が必要となっていきます。そして週の後半には、この沖縄付近だけでなく、西日本方面も九州、中国、四国エリアも強い雨の恐れが出てきますので、ご注意ください。台風の北上に伴って暖かく湿った空気が流れ込むことになりますと、北へ押し上げられた梅雨前線が活発になり、再び雨雲が発達する恐れもあります。週間予報で見てみましても、西日本方面、この週の後半雨が予想されておりますが、このお天気の方にも影響を及ぶ可能性がありますので、今後の台風の情報、そして雨への見解の情報、注意していただきたいと思います。台風1号発生についてお伝えしました。